皆さんこんにちは。大阪狭山市教育委員会歴史文化グループの藤井と申します。今日は1時間半、短い間ですけれどもよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介ということなんですけれども、私実は大阪狭山市の出身ではございません。生まれも育ちも実は大阪の貝塚市というところ出身でありまして、今も貝塚に住んでおります。だいたい1時間ぐらいかけて車で通勤をしているというような感じになるわけですけれども、大学院とずっと歴史の勉強をしてきまして、実は専門分野で申し上げますと奈良時代とか平安時代、辺が専門分野になっています。主に政治史とか経済史とか、そういったところをずっと勉強してきて論文を書いてきたというような感じです。で、今日お話しさせていただきます中心は、戦国時代、そして江戸時代です。全くちょっと門外観ではあるんですけれども、狭山の中でも一番面白いところかなと思いますので、少し難しい話にもなるかと思いますけれども楽しんでいただければなと思います。で、皆様お手元の資料にですね、大阪狭山市の歴史と魅力ということでレジュメ、それといろいろなチラシをお配りさせていただいております。先にちょっとそれだけ紹介させていただきたいんですけれども、壁にも貼っておりますけれども、河内の開発と渡来人ということで、また特別展、大阪府立狭山博物館の方でさせていただくことになっております。今回は四条畷の方の遺跡でですね、出てきた土器とかを中心に紹介をしております。あと、それと、皆様から見て左手の方にもポスター貼っております、須田国太展、龍馬が行くの挿絵を描いた方だの展示になっております。で、皆様のお手元にはですね、その須田国太展、今下の方でやっております、その時のアンケート用紙も入れておりますので、また一度ご覧いただいた上でですね、ご興味、ご関心ございましたらばアンケートの方もお書きいただければなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずレジュメの方にから入っていきたいと思います。大場のレジュメが4枚ございます。で、初めに、地名と歴史というところですけれども、やはり地名というのが歴史を見ていく上ではですね、一番分かりやすいといいますか、歴史を如実に表しているものだろうというふうに思います。その地名を見るとその土地の歴史というものが結構見えてきたりするわけなんですね。で、大阪狭山市も大阪狭山市もですね、かなりたくさんの地名が残っておりまして、私が住んでいる貝塚市に比べるとですね、非常に何て言っていいですかね、昔ながらの地名が多いところというふうに言えるかなと思います。まだそれについては後ほどお話の方はさせていただくんですけれども、例えばですね、その狭山という言葉ですね、比較的古くからある言葉ではあるんですけれども、この狭山という言葉、山に挟まれている狭いところ、その間と、そういうような意味ですね。で、地形的に申し上げますと、仙北丘陵、ちょうど堺市のあたりですね、堺市から今の仙北ニュータウンのあたり、もう今はだいぶ住宅開発とかをされて平たくなっているところもあるんですけれども、あの辺が丘陵地、山がちになっています。で、狭山から見て東側の方、富田林とか河内長野の方ですね、あちらの方が、羽曳の丘陵と呼ばれる高台になっています。その間にあるというところから挟まれている狭いところという意味で狭山、山に挟まれている狭山というような地名がついております。比較的歴史的に言うとそんなに古い地名ではありません。はい、中世ぐらいに、おそらくもうちょっと前かなぐらいに出てくる地名です。で、狭山の中で最も古いんじゃないかなと思われるのがこの半田という地名です。半田という地名です。今半田と言いますと大阪狭山市の中でいうと、市役所からちょっと南に行ったところが浦野省の交差点ですとかね、あとはどの辺でしょうかね、七章の北川ぐらいですかね、あの辺が半田というところです。で、ここは、日本書紀の中に記述が出てまいります。羽田の水少なしというように、日本書紀に出てくるんですね。
このハニタ、これがなまってハンダ、ハニタ、ハニラ、ハンダ、ハンダ、ハンダとなったんではないかと言われています。ハニタというのはハニから想像つくかなと思いますが、ハニワのハニですね、焼き物の土のことです。赤い焼き物の土ですね。でそれがたくさん取れたところというところ、ああいうような地名ですね。まあ、それのそのあたりの水が少ないので、その水を、供給するような池が必要じゃないかということで狭山池がまあ作られたというふうに日本書紀には書かれているわけですね。まあ、狭山池の歴史についてはこの後上田副館長の方に詳しく説明していただきますので、私の方からあまり申し上げることはないんですけれども、まあ、日本書紀の記述はだいぶ古く書かれています。崇神天皇というふうに記述があります。まあ、伝説の天皇だという人もおれば、200年代ぐらいにいた実在の天皇なんだという方もいらっしゃったりですとか、まあ、比較的古い話であるというふうには考えられます。まあ、ただ実際にはそこまで古い話ではなくて、600年代頃に狭山池が作られたというふうに今現在は考えられています。で、まあ、このハニタのハニ、焼き物の土が取れるところというところから、この辺り焼き物の産地としてもかつては有名でした。末村釜跡群と呼ばれるものがちょうどですね、今の大阪狭山市、堺市、和泉市、そして岸和田市の北側、この辺りで、末期と呼ばれる陶器を作る一大生産工場になっていました。その一大生産工場で作られたもの、その完成品が都に運ばれるというような流れになっています。で、この辺りで作られていたものが徐々に徐々に全国に広がっていって、特に関東、中部地方の中にも広がっていったんですね。それが現在残っているのでいうと瀬戸焼です。瀬戸物ですね。まあ、それの源流にもなった土地柄でもあるわけです。なのでこの辺り発掘調査、私らもよく行くんですけども、行きますと土の中から簡単に末期が見つかります。陶器山という山、まあ、名前からして もうそのままの名前なんですけども、辺に行きますと通称潮干狩りと我々は呼んでるんですけども、こう歩きながらこう蹴るんですね。そうすると大体末期が見つかります。はい、で一応行政の人間として申し上げますが、そういうものを見つけた場合は必ず、市役所に届け出をお願いいたします。こそっとくすねて持って帰るということをしますと、文化財保護法違反、遺失物法違反のいろんな法律に触れてしまいますので、はい、持って帰る人も子供なんかは結構多いんです。で、我々も発掘調査ではなく潮干狩りなんかしてると、あっと言って見つけたりすることも結構あるんで、まあ持って帰る人も多いんですけれども、一応決まり上はそのようになっておりますので、もし見つけた場合はご一報いただければなと思います。はい、意外と拾うと分かるもんなんです。あ、これなんか違うって分かるもんなんですね。あとそれとか石器なんかもたまに落ちています。これはなかなか見分けるのは難しいです。我々でもなかなか難しいです。石の専門家の人に見てもらって、これは自然石だね、これは石器だねって、どう違うねんというようなことをいつも言われながら言いながらですね、確認をしてるんですけど、そういうのも落ちてたりもします。で、それとかですね、あとは池尻という、地名ですね。これは大体いつ頃できたかというのは想像ができる地名です。池のお尻という意味ですね。池のお尻です。川の入り口、池の入り、西荻川から狭山池に入る入り口、あれが池の口の方ですね。で、出ていく方、これがお尻です。なので池から池の一番北側ですね、これが池尻と。今でも東池尻、西、ですとか、池尻中は池の北側になってますよね。だから池のお尻の方ということです。なのでこの池尻というのは奈良時代ぐらいには、飛鳥時代にはおそらくなかっただろうと。つまり狭山池ができていないと池尻という地名は生まれないわけですね。なのでおそらく平安時代ぐらい、奈良時代の終わりか平安時代ぐらいに作られた、そういう地名ではないかなというふうに考えられます。でちなみになんですけれど、まだあまり言うと次の授業とも関わりが出てくるんですけども、狭山池、これ法律上は実は川です。河川法という法律上は実はこれ川なんですね。
皮が太っていると、まあ、そういうふうに考えていただければいいかなと思います、はい、なのでここすべてですね河川法という法律で管理されているところで皮の一部として扱われているわけなんですね、はい、正確に言うとこの狭山池は池ではないんです、皮なんです、皮の一部が膨らんでいるだけというような解釈です。意外とそれ知らないこと多いですね、こういうことも。でそれですとか、あと今熊、この私といいますか初めて狭山に来まして就職して地名の勉強をした時にですね、この地名は面白いなと思いました。熊っていう名前がついてるというのはなかなかないよなと。で、まあ頭に熊がつくところ、まあ、堺には湯屋というところがあったりして熊野と書いて湯屋と、読むところがあったりするので、まあそういうのはあるんだなと思いましたけど、下に熊が来るってなかなか珍しいなと。でしかも今っていうようなすごいインパクトのある、言葉と一緒にひっついている、今熊、まあ、すごいなってすごく感動した記憶があるんですけれども、今熊に行きますと神社が一つあります。お分かりの方いらっしゃいますかね。あ、はい、そうです、さすがやはり皆さんご存知ですね、三都神社という神社がございます。この三都神社のあたりにですね、平安時代には、金蔵寺というお寺があったというふうにされています、はい、金蔵寺跡と呼ばれる遺跡が実は三都神社の裏側、山側ですねにありまして、平安時代にはおそらく神社とお寺が併設されたんであろうというふうに我々考えてるんですけれども、まあ、そこの関係なのかなと。でその金蔵寺というお寺にあった小さな神社が今熊野神社と、まあ、これは明治ぐらいまで続くんですけれども、今熊野神社、熊野大社、熊野三山が和歌山にありますけれども、そこまで足を運んでいくということはなかなか昔の人できないわけですね。若い方でもきつい坂道を登りながら熊野山まで行くとなるとなかなか大変です。私も熊野神社何度か行きまして、物は試しやということでですね、まあ、一つ一つ王子っていうのが道のところにありまして、なんとか王子なんとか王子って、まあ、道しるべじゃないですけれども、何キロ置きかに一個一個王子王子っていうのがあるわけですね。それが99個あると、九十九王子というのがあって、99個小さなお寺、神社か、神社があって、そこを伝っていくと熊野に行けるというような流れになるんですけれども、物は試しということで、その99王子のですね、一つの区間を歩いてみようと、いうことでですね、ちょっと歩いてみたんですけど、まあこれが大変です。もうアップダウンが激しい上に片道3、4キロありますので、現代人の我々ではかなりへばってしまいます、はい、でそれをですね、この辺りから行こうと思うと、それは1日や2日ではなかなか行けません、はい、昔の人はただ2日ぐらいでは行ったというふうに言われています、はい、泉の国、河内の国から平安京まで大体片道1日で行くそうです。片道1日で行くそうです。それは昔の資料の中にですね、税金を納めに行く租用町ってありましたね。町とか用とか都に実際に運びに行かなあかんわけですね。その時に大体の日数計算というのを昔の人はしてるんですね。その時に荷物を運んでいく時は重いだろうから、泉河内から平安京に行く場合は2日、帰ってくる場合は1日っていうふうに書いてあるんですね。だから大体あの辺の距離大体100キロぐらいあるんですけれども、1日で行くわけですね、はい、だからなかなかの健脚ぶりです、昔の方は。とはいえアップダウンのある、道を高野山を越えて、さらに、南紀勝浦まで行くと、なかなか大変でございます。なので、代わりに参る代参というんですけれども、代わりにここに熊野山の神様を寄せてきて、でそこでお参りをして、そこでもう済ませちゃおうぜというような話になるわけですね。そういうのが結構全国にあったりするんですね、はい、でそれが、今熊野神社と呼ばれるものなんですね。代わりにそこで行ったらいいやんか、本家ディズニーランドに行けないんだから東京ディズニーランドに行こうよという、ああいう発想と変わらない発想ですね。でそこからですね、熊野神社、今ある熊野神社という意味で今熊野と付けられています。でそれですとか、あとこれなかなか外部の人間には呼びにくいんですけど、クミの木ですね、
組み立て、私もなかなかこれ今でも書くのに苦労します。はい、いちいち見ながら出ないとなかなか書けない。何年さえまで働いとんねんと言われそうですけども、この組の木ですが、一説にはですね、組、地元の方組の木と呼ばれる方が多いんですね。組の木で三島線沿いにある某メガネ屋さんは、組の木店とわざわざひらがなで点々振って、組の木と書いてますが、かつてですねここに組の木があったと、江戸時代にあったんだと、まあ、そういうようなお話があったらしいんですけれども、どんだけ文献を調べても過去の記録を調べてもグミの木を植えたという記録が一切ないんですね。おそらくクミの木という名前があって、その後から名前からですね、おそらくグミの木があったと想像して、まあ、そういう伝承が生まれたんだろうというふうに言われます。こういう伝承って結構多いんです。偽物と言いますか、地名ってなかなか自分で物語をしてくれません。我々人間がいろいろ調べて、あ、かつてこうだったんだって言ってあげないと、なかなか地名というのは本音を言わないんですね。なのでグミの木というのもですね、正式にはクミの木なんですけども、グミの木があったんだっていうのを後付けにされたんだろうと思われます。もともとはですね、鎌倉時代ですね、鎌倉時代の太政官符と呼ばれる、これは政府の命令書ですけれども、そこに刺し組の丘というふうに出てくるんですね。今現在の組の木周辺のことを刺し組の丘というふうに呼んでいたんですね。でそこから、刺し組の組だけが残って組の木となったというふうに考えられます。じゃあ刺しはどこ行ってんと、それを言われると一番辛いところです。この刺しがどこに行ったのかはよく分かりません。ただいろいろな説があるにはあるんですが、この、刺し組の丘というのが一番、まあ、合理的だろうというふうに考えられます。私が住んでる貝塚もそうなんですね。貝塚って書くと縄文時代の貝塚ですね、あれがあったっていうふうに本気で言わはる方もいらっしゃるんですね。とあるテレビを見てると、まあ、結構それ博識な方がですね、大阪の貝塚には昔貝塚があったんだなんてことを、一月ほど前にテレビで言ってがっかりしたことがあったんですけども、貝塚市内には貝塚の遺跡は一つたりともありません。全く存在しないんですね。おそらく今でも貝塚に地名があるんですけど、海塚、それを音読みして貝塚になったんだろうと。で貝という字が読みにくい、あるいは支配者が変わっている、まあ、秀吉と結構戦があったところだったので、まあ、そこでですね、権力側の支配する貝塚と、それに抵抗する側の人が住んでいた海塚というふうに名前を呼び分けて漢字も書き分けたんだろうと、まあ、そういうふうに言われるのが一般的ですね。はい、いろんな本を見てるとですね、大阪の貝塚市には貝塚があったんだなんてことが平気で書いてあるんですけども、一個も見つかってないんですね。はい、なかなかその辺もね、曲がり通ったりするんです、まあ、その一つのいい例が、まあ、組の木なのかなと思います。他にも例えば新しい地名でいうと池の原、これ江戸時代にできた地名です。もともとは池の原も含めて全て岩室という地名だったんですね。岩室という地名でした。で岩室というのも、これ岩室、室というのはこの大きな部屋ですね、石でできた大きな部屋で、岩室の周辺を見ていただき思い浮かべていただきますと、山がちになっていますね。中緯段丘街と、まあ、地形用語ではそういうふうに言うんですが、少し高い、ちょうどマクドナルドのあたりとか見ていただきますと、ものすごく急峻な崖になっていると思います。山がちになっているんですね。でそこに洞穴を作ってあるものを蓄えておく、そういう蔵を作ったわけなんですね。それが末期だったんです。末期を焼いて一旦保管しておく蔵、これを岩室というふうに呼んだんですね。でそこから付けられた地名が岩室というものだったんです。でそれが江戸時代になるとですね、岩室という土地に2人の支配者が出てくるんです。一つが幕府です。江戸幕府です。江戸幕府直轄の土地、もう一つがですね、旗本の水野氏が、同じところを治めていたんですね。まあ、こういうのをちょっと難しい言葉で言いますと、これも IQ というふうに言います。
同じ土地で2人の支配者がいると場合、愛宮の土地とか愛宮地というふうに呼んだりするんですね。で、岩室、池の原は愛宮地だったんですね。で、それで、幕府が支配するところを岩室、そして水野氏が支配するところを池の原というふうに2つに分けた、江戸時代にできたものだったんですね。はい、で、それが一旦池の原というのができて、また岩室に吸収されます。で、それから明治時代になってまた池の原という土地が登場すると、ちょっとややこしい土地でもある、名前としてね、ややこしい土地でもあるわけです。はい、他にもたくさん名前があります。例えば大野ですとか西山とか東野、それぞれ意味があるわけですね。で、そういったですね、土地の名前、今見えてる土地の名前をですね、深く掘り下げていくと、かつてどういう土地だったのかっていうのがよく分かってくると思います。例えば東野なんかもそうですね。大阪狭山市の中で1個だけ北側にポンと飛び出ています。あれも東野という名前をですね、よく見ていくと分かってくる。ああ、だからそうか、ポコンと出てるんだというのがよく分かります。神社なんかでもそうです。神社も、西小学校のあたりにお住まいの方は大体三都神社さんに行かれますし、狭山中学校とか東小学校のあたりお住まいの方は狭山神社さんに行かれます。でも東野のあたりでお住まいの方は総合神社さんに行かれるんですね。それも東野という地名を紐解いていくと、あ、だからあそこに行くのかというのが分かってくるわけです。ちょっと宿題にしたいと思います。一度調べてみてはいかがでしょうか。ヒントは大阪狭山市駅から2つ北側に行ったところの駅、北野田です。あれがヒントです。北野田、東野というような感じですね。はい、で、大阪狭山市ですとか、あとは堺市市、堺市ちょっと古いか、三原町市ですとかね、そういったところ、三原町市、堺市市かとか見ていただきますと、その辺の答えが書いていると思いますので、ちょっともう大変申し訳ないんですけども、少し宿題にしてみたいと思います。はい、もし分かりましたら市役所3階の歴史文化グループに来ていただいて、答え分かったでと、言っていただいたら答え合わせしたいと思いますので、はい。で、それ以外にもですね、ちょっと地名の話を少し掘り下げてみたいと思うんですけれども、小技地名、これ小技と読みますという地名があります。今ではもうなかなか残っていない地名になるんですけれども、江戸時代までは歴然として残っていたんですね。田んぼ一つ一つに実は名前がついてるんです。田んぼ一つ一つに、一筆一筆に地名が全て残っていたんですね。で、それは県知庁とかを見るとよくわかります。はい、江戸時代の県知庁、誰がどこの田んぼでどういうような作物を植えてるのかというのを書いた帳簿なんですけれども、そこを見ると今の何丁目何番地、何号何番地と同じようにしてですね、土地に一個一個全てに名前が書いてあったんですね。で、それが今現在でもたまに残っているところがあったりします。はい、それこそ先ほどの今熊というところに行きますと、私これも驚いたんですけど、門の外、門の端、門の内、こういう地名があります。ただ今の行政地名の中には一切残ってません。行政の地名ではこういうものも存在しないんですけれども、少なくとも江戸時代の終わりまでは門の外という土地があったんです。小さい土地です。田んぼ一筆なんで小さな土地です。で、門の端や門の内という土地もあったんですね。三都神社の近くです。三都神社の近く、目の前の道ですね、それを、北側の方向に、コニカミノルタの方にずっと道が伸びてると思います。大里坂の方に向かう道をずっと行きます と、山川ですね、通りの山川の方に北海道と呼ばれる小さな石仏じゃない石像があるんですね。小さい、ほんまこれぐらいの背の高さです。また一度探してみていただきたいと思うんですけど、これが北海道と呼ばれるようにですね、要は結界みたいなもんです。こっからこっちは違うよ、こっからこっちもまた違うよという意味で建てられた境界明治の
昔の教会明治のようなものなんですけれども、これが先ほど申し上げました、金蔵寺、三都神社の裏側にあったと言われる金蔵寺との関係が分かります。あそこに金蔵寺があったと。で、北海道、これを基準に三都神社側を金蔵寺の領地、三都神社より、この北海道よりも小にかみのるた側、あっち側が金蔵寺の領地外という意味でおそらく建てられたものだというふうに考えられます。で、それの境目にある田んぼの名前が門の内、門の外、ちょうど北海道のあるところは門の端と呼ばれる土地なんですね。こういう土地を見ていくと、門、これ何の門だろうと。で、北海道があると、おそらくここで何か境目区切りがあるんだなと。じゃあ北海、まあ、これは仏教用語になってくるんですけれども、だからそれがあるということはお寺があったんちゃうかな。まあ、お寺といえば、あ、金蔵寺、あ、そうか、金蔵寺の境目がちょうどこの北海道で、門の内よりも神社側、これが金蔵寺の領域なんだ。で、橋がある、つまり何かしら越えて門があって橋があったんだろうというような橋を越えて門があったんだろうという想像ができます。で、それよりも外側、門の外、これが、お寺の、外の領域、一番手前の領域、外の手前の領域になるんだろうということが結構想像ついたりするわけですね。で、これも別に商売をするわけではないんですけど、大阪狭山市史のですね、12巻地名編の中に、小技地図というのがあります。で、市内の小技の名前を一個一個全部落としていきます。ものすごい大変な作業だったと思うんです。私はちょっとやってないんですけども、大変な作業だったと思いますが、そこを見ていただきますと、江戸時代どういう田んぼがあってどういう名前があったのかというのが全てわかるようになっています。で、あとはまあ小技ではないんですけれども、半田なんかは面白い地名が残ってますね。私もこれ感動したんですけれども、浦野省、先ほど申し上げましたが浦野省、地元の方は浦ん所って呼ばれることもあるんですけれども、浦野省ですね、浦野省、荘園があったんだろうというような想像がつきます。で、浦野省の北を見るとバス停にあります、北村のバス停がありますね。で、この南の方に行くと、ちょうど浦野省の南に行くと東村というのがありますね。で、東村というのがあって、で、この辺に西よげ川が流れています。この辺りの地名わかりますか？そうです、川向かいというふうに言うんですね。まあ、これはこういった地名とはちょっと違うんですけれども、土地にすごく馴染んだ地名ですね。で、しかもこの辺、ちょうどこの辺りですけれども、東村遺跡という遺跡があります。今のどこかな、幼稚園の近くかな、つぼみ保育所かでしたっけ、の近くですね、川向かいの近くですけども、東村遺跡という遺跡がありまして、中世頃の集落の跡が発掘されています。これ見ていただくと一目瞭然ですね。ここから見て、東川、北川、裏川というような言い方をしている。で、しかも川向かい、明らかにここから見てるわけです、川向かい。この辺に何か集落があって人たちが営んでたんだろうなというのは昔から分かってたんですけれども、実際発掘してみるとやはり東村遺跡が出てきたわけですね、はい、実はこういう地名って私も狭山に来て初めて知ったんですけれども、貝塚と比較ばっかりして申し訳ないですが、私が住んでる貝塚ではこういう地名がほとんどありません。もう行政がというたら怒られますけれども、今あるその東池尻何丁目とかですね、ああいう地名しか実はないんです。私が知らないだけかもしれないんですけども、ないんですね。で、狭山に来た時に初めてこれを見てですね、電話帳を送って調べたことがあります。藤井さん、ちょっと北村のあたりなんやけど、北村ってどこやねんで電話帳で食って調べたりしたんですけど、一切北村というのが地名として出てこない、どこやねんそれと。
で川向かいの公民館で講演して、川向かいってどこ、で公民館の住所って当たって、いろいろ調べたんですけど、川向かいという地名が出てこないということで非常に焦った経験があります。こういう今行政単位で管理されている地名とは別の地名、昔ながらの地名というのも狭山には結構残ってる。これも一つのね、大きな特徴なんですね、大阪狭山市の。はい、他のところで、見れるところも大いにあるんですけれども、結構狭山は要素が残っている。これが結構大きな特徴、私すごい感動した特徴でもあります。他にもですね、地名ではないんですけれども、通称地名と呼ばれるものの中に、交差点名とか駅名ですねがあります。終わり坂ですね、はい、こういう仕事やっていて聞かれる地名について聞かれるナンバーワン、ツー、スリーの一つがこれですね。一番よく聞かれるのは組の木、二番目が亀の子、三番目が終わり坂です、はい、電話の質問で一番多いのはこの3つですね。これはですね、終わり衆と呼ばれる人たちがいてまして、土木技術に長けた人たち、その人たちにちなんで付けられた名前だというふうに一応言われています。で、別の説としてはですね、高野山から戻る人が、急な坂はこれで終わりだと、西高野街道をずっと沿って帰った時に、終わり坂を越えると、もうあとは堺市内入って比較的平坦な道をずっと通っていくわけですね。なのでこのきつい坂はもうこれで終わりだということで、終わり坂と呼んだと、ですが、ちょっとこれは疑問が残ります。はい、じゃあ逆のパターンはどないすんねんと、始まり坂になるんですけれどもね、なのでちょっと疑問が残ったりもします。あとは後ろから追いかけられるように、追われて降りる、追われ坂、終わり坂となった。確かにきつい坂です。大阪狭山市内でも非常にきつい坂の一つではあるんですけれども、これも高野山の方に行くともっときつい坂要素あるんですね。だから追われる坂はもっと要素あるんちゃうかと思うので、これもやはり少し疑問かなと。やはり終わり衆という人たち、それにちなんで付けられたというのが、一番、ベストじゃないかなと思います。それですとか、あとは亀の子ですね。これも初めて見た時は笑えてしまいました。亀の子ってすごく面白い地名だなと思いました。今熊と亀の子ですね。これはすごく驚いた地名の一つですね。今現在亀の子はガストとかがある、ビッグボーイがあるあの辺り真っ平らになってますけれども、かつてはどうやらポコンと、高台になっていたと考えられます。でそれがですね、江戸時代以前ぐらいですかね、に作平といいまして、削られて真っ平らにされてしまったんですね。でそれで、今は平らになってるんですけれども、かつてはそういうふうな小高い丘みたいなところになっていた。それがまるで亀の甲羅のようだったということで、亀の甲というふうに言われるわけですね。でこれもやはり後々になってですね、デマっていうと失礼ですけれども、ちょっと違う説がある出てくるんですね。亀がたくさん出てきて、あそこに集まって甲羅干しをしたんだ、ほんまかいなと、どんだけ亀がおんねんと、でなんであそこに集まってくるんねんと、もう疑問がいっぱいなんですけれども、そういうような説も後々には出てくるんですが、実際にはそうではなくって、亀の甲羅のような丘になっていたということなんですね。で他にもですね、金剛 の駅のとこ名前についても触れておりますけれども、地名ですが、特に狭山、先ほど申し上げました通り、こういう今現在残っていないというか、行政単位で管理されていない地名というのは結構たくさんあります。でそういったものもですね、調べていくと、その土地の、来歴といいますか、歴史といいますか、在り方、そういったものも分かってきますので、ちょっと少し興味を持っていただければなというふうに思います。まだ図書館でもありますし、こちらの方でも置いてるんですけれども、大阪狭山市の方ですね、地名編というのがあります。もうアホみたいな量の地名が載っております。ちょっと持ってきたんですけど、これぐらいの分厚さのある本なんですね。はい、これぐらいの分厚さのある本です。ここに狭山の地名がほぼ全て載っていると言ってもいいです。漏らさずにそこは入れておりますので、細かな地名ですとか、皆様お住まいの地名、調べていただくときに一番ベストかなと思いますので、また活用していただければなと思います。はい、それでは皆さん、次に参りたいと思います。初めにで結構時間食っちゃったんですけども、狭山と北条氏と狭山というところに、移っていきたいと思います。
今年はですね、狭山池築造1400年、616年にできてからちょうど1400年という記念の節目の年にあたります。それに加えまして狭山藩陣屋誕生400年記念でもあります。1616年に狭山藩の陣屋が作られたと、実際には建設が始められたというところなんですけれど、そこをもって狭山藩の完成というふうに考えていますので、そこから数えてちょうど400年目という節目の年にあたります。でそれでですね、今年は狭山藩陣屋、狭山藩に関する特別展も実は3月から4月にかけて行わせていただきました。ご覧いただいた方も多いかなとは思います。でそれでですね、初めて知ったよ、狭山藩のお殿様が北条氏だった、その北条氏が北条早雲の末裔だった、初めて知ったよという、そういうお声をたくさん伺いまして、我々はもうちょっと広報活動せなあかんなと思った次第なんですけれども、それを受けましてですね、狭山藩の北条氏どういう人なのかというのをですね、少し見ていきたいなと思います。でちょっと暗くしてみますね。文字が焼けてしまった。すみません、ちょっと文字が後ろ写りしちゃってますけれども、左側が北条早雲、小田原初代、小田原北条氏の初代にあたります。で右側が2代目の北条氏綱であります。で北条早雲といえば、よく歴史の教科書では、下克上の一番典型的な例だと、スロー人で下克上を繰り返しながら戦国大名になったというようなお話をよく耳にすることがあるかと思います。かつて私も学校でそのように学びましたし、そのように教えてもきました。かつて学校で教えたこともあったので、そういうふうに教えてもきました。ですが最近の研究によりますと、どうやら北条早雲という人物はスロー人なんかではなかっただろうと。もっと幕府の当時の室町幕府ですね、室町幕府の、取次衆、申し継ぎ衆か、取次衆と呼ばれる人で、言ってみたら、将軍の秘書みたいな役職にあった、そういう武士だということが最近分かりました。でしかも彼はですね、北条早雲という名前を一度たりとも名乗っていません。で彼はですね、本名が伊勢新九郎森時、あるいは伊勢宗瑞という名前です。伊勢というのが本名なんですね。伊勢氏ですけれども、もともとはですね、岡山県ですね、岡山県備中国の生まれの人でありまして、でそこの武将だったというふうに考えられています。なのでかつてのようにですね、スロー人で、あちこちに、戦を仕掛けてですね、下克上を繰り返していたというような人物ではなく、もともと幕府の要職にあった人物、室町幕府の要職にあった人物だということが最近分かりました。でそれで、2代目の北条氏綱、この氏綱の時にですね、本拠地を関東に移します。宗の時にももちろん移してはいたんですけど、本格的に移していったのがちょうど2代目の氏綱の時でした。でこの氏綱の時に初めて北条を名乗ります。でこの北条氏綱ですけど、なぜ北条を名乗ったかといいますと、関東にはもともと有力な武将たちがたくさんいたわけですね。でその中で北条というのは、移ってきて2代目の人なんですね。なのでよそ者なんですわ、はっきり言うと。よそ者です。京都なんかはね、10代いないと、京都人にはなれないと、東京は3代いないとなれない、大阪は1代でなれるみたいな、そんな話がありますけれども、やはり昔からいてる武将にしてみたら、何を新参者の伊勢が幅利かしとんねんと、かなり不服不満がどうやらあったようです。でそこでですね、北条氏綱はご先祖をたどっていきますと、桓武天皇まで遡るということが分かったんですね。平安時代の桓武天皇
で桓武天皇ですけれども、何代か後にですね高望王という、王族が出てまいりまして、この高望王が後に平氏平を名乗るんですね。その末裔が清盛です。平の清盛になっていくんですね。でその平の清盛の平氏の一族の分家筋にあたるのが鎌倉幕府の執権北条氏ですね。あの元寇が来た時に北条時宗がやっつけたという、あのかつて大河ドラマにもなりましたけれども、あの北条時宗、あの北条時宗も実はあの平氏の、あの別れになるわけですね。でその平氏の別れの北条時宗の一族のさらに末裔の分家筋が北条氏という伊勢氏ですね、ということが分かったわけですね。で北条時宗はと言いますと、やはり鎌倉を中心に、まあ、時宗だけじゃないですけどね、一番最初時政ですね、で二代目泰時と続いていきますが、この執権北条氏というのは鎌倉を中心に活躍していた、そういう氏族だったと。なのでこの北条氏の子孫なんだよと。だから我々は関東で支配することは何ら問題でもないし普通のことなんだよというようなアピールをしていったわけですね。それで北条というのをわざわざ名乗ったわけです。だからここから北条氏というのが始まって、本来的には始まっていきます。そして、左側が3代北条氏康で、4代北条氏政、5代北条氏直と続いていきます。大河ドラマで出てたのはこの氏政氏直ですね。氏政が高島正信がやっていたのがこの氏政です。で、最後ですね、30歳ぐらいですね、高野山に蟄居していったのが北条氏直です。これ見ていただくと違い分かりませんか。面白い肖像画なんですけども、ちょっとずっと大阪狭山市を写しちゃったんで、あのスクリーンに焼き付いちゃってるんで、ね、申し訳ないですが、宗雲氏綱で氏康氏政氏直、肖像画の描き方がちょっと違うと思いませんか。この2人で氏康で、それと最後の2人、微妙に違いますね。宗雲は、まあ、出家していますので、頭清めております。で氏綱、これは、狩り犬で、そして烏帽子をつけているという、まあ、武士のスタイルをとっている。で氏康、息子の氏康ですね、この氏康も、同じように狩り犬を着て烏帽子をかぶっているという武士のスタイルになっている。でそれに対して氏政氏直はというと、これ以下の側体の姿というふうに言います。昔の平安時代の貴族の姿、まあ、正式な時、朝廷の中でですね、あの儀式をするとか天皇陛下に謁見するという場合は必ずこの服装をしなければならないんです。昔もね、総理大臣なんかもそうですけれども、軍服を着たりですとかですね、正式な場合の時には必ず正装をするというのがありました。それと同じです。貴族といいますか、まあ、位の高い人の正装が必ずこの以下の側体の姿なんですね。で氏康とかは以下の側体の姿をしていません。しかもですね、氏政氏直をよく見てもらうと、尺の持ち方が違う、足の組み方が違うというぐらいの差しかないんですね。顔を見てどっちが氏政ですか氏直ですかっていうと、なかなかこれ分かりません。これ分かりません。間違い探しでもされてるんかというぐらいに違いが分かりません。と言いますのも、この氏政氏直はこれ江戸時代に書かれた想像図です。土佐光興という、著名な画家ですね、肖像画家ですけれどもが描いたものなんですね。なのでおそらくこうだろうという、そういう想像でもって描かれてるんです。それに対して氏康ですとか、氏綱、北条宗雲、これは非常に写実的と言いますか、顔の特徴も、特に氏綱と氏康見てもらうと全然顔つきが違います。氏康は割と団子っぱなですけれども、氏綱は、シュッとした鼻をしてたりとかですね、特徴が結構よく現れています。おそらく実際に目の前にして描いたんだろうと思われます。
実際に目の前で描いたんだろうと思われます。で、まあ、当時の肖像画ですんでそこまで写実的には描いてはいないんですけれども、顔の特徴の違いがよくわかります。ただ氏綱の方ですけれども、早雲と比べていただくと足元が全然違いますね。あぐらを組んでいるのと、正座をしているものと、普通は正座ではなくあぐらを描きます。なのでこの氏綱の画像自体はおそらく江戸時代にですね描き直されたんだろうというふうには考えられています。ただ顔の特徴がですね、この氏政氏直のこの土佐光興の以下相対姿とは明らかに違うということなので、もともとの原画があって、でそれを江戸時代に描き写したんではないかなというふうに考えられます。はい、でこの北条氏ですけれども、この氏直の時に、大河ドラマの中では滅亡したというふうに言われていました。私も あまり大河ドラマは見ていないんですけども、この回だけはちょっと見とこうかと思って見たんですけれども、滅亡したと、ちょっとおい待てよと思ってしまった次第なんですけれども、確かに氏直の段、氏政はその場で自害します。秀吉に攻められた後ですね、自害します。非常に感動的なシーンでしたが、自害します。でその後氏直は、高野山の高室院というところに蟄居いたします。幽閉されてしまうんですね。でそこで北条氏が終わったのかというと、決してそうではありません。そうではありません。これを出して見たもののですが、ちょっと分かりにくいですね。分かりにくいな。これつけばいいのかな。つこれ。はあ。この上、氏直というの見にくいですね。オレンジ色のところに氏直というのがありますけど、その下に氏盛というのが出てきます。氏盛というのがあります。でこれ氏直のこれ用紙です。用紙です。氏盛自体はもう一個上にある氏政の弟です。養子に入ってるんです。あ、違う、ごめんなさい、宇治直の養子、あ、ごめんなさい、宇治直の養子に入ったんですね。で、その親父さんが宇治のりと言いまして、この一番青の上の方ですけど、宇治のりと言いまして、兄弟になっているわけですね。親父さんが、ごめんなさい、パワーポイントが全然パワーポイントちゃうわ、レーザーポインターがつかないので、ごめんなさい、ちょっと見にくくなってしまいましたけども、どうもなんでしたっけ。で、最終、まあ、結果的に申し上げますと、この氏盛を中心に狭山藩が出来上がるわけですけれども、その裏にはですね、秀吉の力、家康の力があったんですね。家康ですけれども、この氏直、先ほど出てきました氏直、五代目氏直ですね、この氏直の命を助けてほしいと、まあ、そういうふうに秀吉に除名嘆願をするわけですね。と言いますのも、この氏直の奥さんというのが家康の娘婿なんですね。姻戚関係にあるわけです。でしかも北条氏と家康というのは、同じ今川氏の人質だったことがあるんですね。特に氏直とは、実は三歳差です。三歳差ですし、しかも同じく今川の、人質だった時に、まあお隣さん同士です。お隣さん同士で、しかもですね、子供時代に同じ釜の飯を食って同じ川沿いで遊んで、子供を過ごしたと、まあ、そういうような、幼馴染の血があるわけですね。なので氏直のことを本当に、心の底からですね、大切な人だと、これは助けなあかん人だと思ったようで、家康は秀吉に対して何としても氏直を助けてほしい、除名嘆願をするわけですね。でそれを聞き入れ、秀吉は聞き入れます。と言いますのも、やはり北条氏というのは関東で一大勢力を誇っていたわけです。で東北の方には伊達政宗がいました。その伊達政宗もやはり秀吉は伊達政宗のことも恐れていたんです。あの辺の有力な武将を敵に回すと、やっぱりやばいに違うかと、まずいんではないか、そういう考えが秀吉の中にありまして、でそれでですね、むやみやたらと北条氏を切ってしまって反感を買うよりは、これはちょっと生かして利用できた方が、利用した方がいいんじゃないかと
いうことで殺すことなく氏直は高野山に蟄居させられるということですね。もしここで殺していたとしたら家康を完全に敵に回すことになります。この段階で秀吉が家康と対立するというのはあまり得策ではないです。家康はやはり、力の強い武将だと、もうそれは秀吉自身も認めています。で、何とかして家康を自分の手元に持ってきてですね、手なずけてやろうとしたかということはですね、まあ、よく歴史で語られるところですね。自分の妹なんかを人質に出して何としても家康を大阪に呼ぼうとしたなんていうこともよくありました。なのでそんな秀吉がですね、家康の敵に回るようなことはなかなかしないということで、宇治直の除名嘆願を聞き入れて、殺すことなく生かして高野山に沈めていったということです。でその時のその後ですね、その後ですね、でその後秀吉に、許されまして、このような文書をもらいます。このような文書をもらいます。これ読めますか？古文書講座のようになってきていますけれども、右からですね、河内の国丹南郡で、2行目ですね、碧村、碧村、今の比企の将軍のあたりですね、碧村二千石のこと書いてますね。で、でその下が命令の例ですけれども、その下が、手編に夫と書いて夫で、下が助けるで婦女ですね。婦女でせしめ例で帰って、婦女せしめおわんぬ、4行目おわんぬですね。で、領地、すべきなりやというふうになっていますね。河内の、それでその後は天正19年8月9日、北条美濃守殿へというふうに書いてあります。河内の国丹南郡碧村に2000石を与えるという、そういう内容のものです。でこれは秀吉から出されます。秀吉から北条氏に出されたものですね。最初は北条氏を殺して滅亡させようと思った秀吉でしたが、家康の手前やはり殺すことはできないということで、高野山に移したと。で、その後にですけれども、北条氏に対して、このような書状を出して許したどころか、領地を与えて、そして、生かしておこうということを決めていきます。でこれなんですけれども、下半分書かれてませんね、書かれてません、折り紙と呼ばれる、ものです。折った紙と書きますが、折り紙と呼ばれる、文書の様式になります。で1枚全体に、縦長にダーッと書いていく方法、これを縦紙というふうに言うんですが、この縦紙で書いているというのが本来的には正式な文書です。でこのように半分にして折って、右から左に書いていって、足らなくなったらひっくり返してこっちから書いていくという折り紙という方法なんですが、これは比較的簡易な手紙で使われます。簡易な手紙で使われます。はい、まあ、正式な文書と簡単な文書の違いがあるんですけれども、まあ、そこまでですね、行々しい秀吉のですね、縦紙の文書ではなくって、折り紙の比較的簡単な、まあ家康の手前ですね、生かしておいたでという程度でおそらくは書いたんだろうなというのが、まあ、推測できます。こういう折り紙や縦紙といったところから見れます。で家の中でですね、もしこういう古文書が出てきたら、ぜひ我々にお知らせください。この時代の文書というのはあまりありませんので、家であると非常に助かります。であとよくされるんですけども、折り紙の場合ですね、下半分何も書いてへんからいらんわ言うて、ペーパーナイフでズバッと切っちゃう人がいるんですね。それをしてしまうとですね、本来折り紙だったのか縦紙だったのかが分からなくなっちゃうんですね。なのでもしこういうのが出てきたら、下半分いらんわズバッと切らずにそのまんま持ってきてください。こういうことだけでもですね、情報がいろいろわかるんです。あ、結構簡単に書いてるんやとか、あ、えらい正式に書いてるなとか、それで事の重大性とかですね、文書の性格とかいうものが分かってきたりします。はい、でその北条氏ですけれども、ちょっとまだ細かくなって申し訳ないですけれども、本家本流の氏政の子供にあたります氏直、
あ、ごめんなさい、宇治直が、あの子供が結局いませんでしたので、宇治直のおじさんにあたる宇治のりが家督を継ぎます。北条氏の家督を継ぎます。でこの宇治のりの子供たち、そのうちの一人がですね、宇治森ですけれども、この宇治森が狭山に領地を与えられて、そして藩を築いていくことになります。で宇治のりの、宇治森の親父さん、家督を継いだ宇治のりですね、これは歴代の藩主には数えられないんですけれども、歴代外藩祖として数えられます。でその子供の宇治森、これは北条、狭山藩北条氏の初代として位置づけられます。ちなみにこの宇治森、宇治森君ですね、この宇治森君ですが、宇治という名前はあの代々継がれる名前です。宇治というと、で森、この森からいろんなことも分かります。この森、何かが分かる方いらっしゃいますか？なかなか難しいですね。これは北条早雲の本名から来ています。伊勢新九郎森時というのが北条早雲の本名なんですね。その伊勢新九郎森時の森から一字を取っている。そして北条氏が代々受け継いでいる宇治という名前を受け継いでいる。つまり私宇治森が北条氏の本家本流なんだという意思の表れ、これがここからよくわかるわけですね。ごめんなさい、あのすいません、ちょっとあの小さくて申し訳ありませんが。でこの宇治森がですね、宇治のりの後を受け継いで1万1000石の大名となって、そして狭山藩の初代藩主となっていったということであります。でその後ですけれども、まあ、レジュメの方に行きますと、2ページ2枚目の右左側ですかねになりますが、おっとちょっとその前にこれか、宇治森の息子が宇治信ですね、これが狭山藩の2代目になります。で宇治森ですけ、宇治信ですけれども、元和2年1616年に池尻村、ちょうど今現在の東小学校のところに陣屋を構えます。そしてここに狭山藩の陣屋というのが初めて完成するというような流れになるわけですね。でここからですね、狭山にずっと居を構えて、そして狭山周辺の政治を行っていったということです。ちなみにあの大阪狭山市内全域を狭山藩が支配していたわけではありません。今の行政単位のようにですね、ここからここまでがうちの区分だよっていうようなものではなくですね、北条氏はあっちこっちに領地を持っています。この辺でいうと池尻村周辺だけです、だけです。あと河内長野にちょこちょこと、あと滋賀県ですね、ちょこちょこあるんですけれども、そのあたりに飛び地のような状態で、領地を持っていました。で先ほども言いましたけれども、岩室のあたりは幕府領だったり、水の家が持っていたりしていますし、で南側の方も幕府があの一時期持っていた、今の半田ですかね、半田ですとか、あとは久美の木の方も一時期幕府が領地を持っていたということがあります、はい、今のようにですね、あのはっきりと区画が分かるような行政単位区画にはなっておりません。もう本当にあのまだらめ状といいますか、あっちこっちに所領を持っているというような感じに見てもらえればいいかなと思います。はい。でその後ですけれども、3代目、これが初代2代目3代目ですね、宇治宗の時になりますと、彼はちょっと病気にかかってしまうんですね。あまり大きな声で言いませんけど、おそらくアルコールに関する病気だというふうに考えられます。将軍に謁見するとなった時に、あまりにも酔っ払いすぎたんですね。でそれで将軍との面会を断られてしまうという不祥事を起こしてしまうわけですね。でその不祥事を起こしてしまった結果どうなったかと言いますと、改易処分です。領地召し上げ、1万1000石の領地を没収されてしまうんです。なので一時期狭山藩はここから姿を消します。ほんの一時期ですけど姿を消します。
で、その後ですけれども、さすがにそれはまずいということで、左側の一番上にあります宇治原という人物ですね。宇治原という人物が再興を願い出ます。これです。あ、ここでやってるか。宇治原ですね。宇治原、この宇治原が再興を願い出まして、そしてもう一度藩を立て直したいんですと、お願いしますというふうに願い出るわけですね。そうしますと幕府は許そうということで許可が下りて、もう一度藩を作ることができました。ただし1000石削られます。1万石に減らされます。1万1000石から1万石に減らされてしまうという、まあそういう浮き目にもあったわけですね。で、その後ですけれども、5代目、この彼ですね、宇治友という人物。この宇治友が出てまいります。この宇治友ですけれども、初代宇治憲の再来家と言われるぐらいに、宇治森かの再来家と言われるぐらいに聡明な人物であったというふうに言われています。幼い頃から非常に賢かったというような伝承も残っております。で、若くしてですね、江国道明というお坊さんに師事しまして、この人に心酔するんですね。今三原の方にあります法雲寺というお寺さん、309号線をずっとまっすぐ行きますと、三原の今井というところがあります、はい、そこにあるお寺さんです。今でもあるお寺ですけれども、この江国道明という、お坊さんの教えにですね、大変魅力を感じまして、その下で勉強をするわけですね。で、そこで何を勉強したかといいますと、仏の世界と、人間が生きる世界というのはどうあるべきなのか、人間が生きる世界をもっとより良くするためにはどうすればいいのかということを、勉強に勉強を重ねるわけですね。で、そこで不正の取り締まり、藩の中で不正を行っている人物を取り締まりをする、そして、賄賂なんかもしないで、倹約を行うと。武士の本分というのは質素倹約であるということを説いて、文武両道というのを貫いた人でありました。で、幕府がで、あ、幕府じゃない、すみません、藩がですね、この時、再興してすぐだったので、なんとか立て直さなあかんという、そういう活気にあふれた時期でした。で、藩の立て直しにずっと腐心していた人物でもあるわけですね。で、その能力が評価されまして、幕府の重要な役職、伏見奉行であるとか、あとはですね、総社番、総社番というのは、これは言ってみたら風紀委員長みたいなもんですけれども、幕府の中でも非常に重要な地位を占める役職に就くわけですね。いわゆる幕閣と呼ばれる中に入るわけです。将軍に当然普段から会うこともできますし、老中と協議をしながら政治を進めるというような役職にも就くことができたわけです。で、官製重修諸家府と呼ばれる幕府が作った、言ってみたら便団みたいなもんですね。政府便団って今でもあります、各役所のお偉いさんの名前がバーッと載ってたりする便団があるわけですけど、そこにも名前が出てくる、そういう超有名人物であります。で、この北条氏朝ですけれども、残念ながら肖像画が残っておりません。今画面に出している北条氏先祖画像と呼ばれるものですけれども、氏朝かというふうに書いてます。おそらく氏朝じゃないかなというものです。北条氏の先祖ですよということしか実は書かれていないんですね。で、そこでじゃあ誰だろうとやっぱ考えるわけですね。誰だろうと考えた時に、髷の結い方、服装、この辺からですね、やはり、学問に長けてる人物だろうと。髷の結い方も武士の髷の結い方というよりも、どちらかというと文化人の髷の結い方をしています。平賀源内とかですね、ああいうような感じの髷の結い方をしていると、武士としての風格というよりも学者としての風格が見え隠れすると。で、それは歴代の藩主ですねの中で一番ふさわしいのは誰だろうと考えた時、やっぱり誰もが考えるのが氏朝なんです。彼は先ほど申し上げましたが、文武両道というのを唱えまして、武士としてあるべき姿は文武両道、剣術もやるし、そして儒学も勉強するし、
そしてその儒学をも儒学の勉強をもって藩を治めるということをモットーにしていました。で、歌も読みますし、和歌も読みますし、漢詩も読みますし、非常に、文学にも長けた人物。文学サロンを、まあ、気づくとまではなかなか言えないんですけれども、狭山中心とした文化の、まあ、中心的な人物にもなっていったわけなんですね。なので、そういうような実績から考えると、おそらく氏朝ではないんじゃない、氏朝ではないだろうかというふうに考えてますが、一切確証はありません。もう本当に感覚です、これは。はっきり言いまして、なので、いや氏朝じゃないんだよこれは、ひょっとしたら3代目の氏春なんだよっていうようなご意見があれば、また後ほど伺えたらなと思います。はい、で、実はこれビデオ撮ってるんで、あんまり大きな他社 の宣伝にもなるんで言えないんですけれども、今ビジュアル江戸三百版と呼ばれる、本が出版されております。毎週毎週週刊で出ていって、江戸時代には304版あったんですが、その304版をですね、全て特集して取り上げるという、そういう、企画ものの雑誌がありまして、そこでですね、実は8月の末に取り上げていただいたんですね。はい、今本屋さんで売られております。はい、市役所の人間あんまり一つの雑誌の宣伝をするのはよろしくはないんですけれども、表紙見ていただくと、うちともバーンと出ています。うちともバーンと出ています。でその時にですね、市役所の内部でもかなり揉めたんですね。これを氏朝としていいんだろうかと。で出版社の方は、いや歴代の藩主をですねずっと並べてるんですって、だから狭山藩も何か藩主の画像をくださいよなんて言われたんですけど、藩主の画像って実は1枚もないんですね。狭山藩北条氏の画像って不思議なことに1枚もないんです。であるのが唯一これだけなんです。で出版社はこれを使いたい、これを使いたいと言うんですけど、我々としては、氏朝とはなかなか言い切れないんですよね、藩主ということしか言い切れないんですというふうに言うたんですけれども、交渉に交渉を重ねた結果、じゃあこういう名称で落ち着きましょうということで、こんな名称になったということなんですね。はい、まあ、また本屋さん行ってもらえればと思います。あまりこれ以上言うと特定の会社の宣伝になるのでもやめておきます。でその北条氏朝ですけれども、自分の来歴、北条氏とは何者なんだという、言ってみたら昔 のルーツ探りですね、それにも非常に熱心に研究をしていました。過去の北条氏はどうだったんだろうか、そして、過去の藩主ですねはどういう人だったんだろうかというようなことがですね、いろいろと書かれております。それが氏朝公日記と呼ばれるものであります。で、真ん中に氏朝と書いてありますけれども、幼名が亀之助と呼んでたんですね。で奥さん室と書いてありますが、秋月佐渡の神、種信の娘龍氏と書いてあります。こういうようなものをたくさん書いて、そして自分のルーツというものを明らかにしていった、そういう人物でもありますし、あとは、他にも氏朝家父と呼ばれる、要は家系図です。先ほど申し上げました桓武天皇ですね、桓武天皇からずっと出てくるその一連の流れですね、それを明らかにした人物でもあります。なので歴史学といった学問にも精通していましたし、あとは政治の世界でもやはり非常に際立った人物でもあった。しかも、経済学者としても非常に名高い人物でありました。幕府でもそうですし、狭山藩の財政を立て直した、そういう人物でもあったわけですね。この時期、氏朝の時代はですね、狭山藩の財政は非常に潤います、非常に潤います。でその後6代目になってくると、だん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 ちょっと雲行きが怪しくなっていく。そして12代の頃には、借金が返せないような状態に、狭山藩だけではないんですけれども、状態にはなっていくということであります。その後にですけれども、6代目7代目ってなると、家中騒動、家の狭山藩の中でですね、クーデターではありませんけれども、若干騒動があったりですとか、あとはお金がどんどんなくなっていって財政難になっていくと、その財政をどうやって立て直すかというようなことにどん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 腐心していく、そういう時代が訪れていきます。先ほど申し上げましたけど、これはもう全ての藩がそうです、全ての藩がそうです。特に薩摩藩なんかひどいです。
薩摩藩、人の藩の悪口を言うつもりないんですけど、薩摩藩なんかは幕末の頃にですね、借金をするんですけれども、それが250年かかって返すよって言って、薩摩藩は言うてですね、お金を借りるんですね。250年計算するとまだ返し終わっていない計算です。今から150年ぐらい前ですから、江戸時代というのは。250年というとまだまだ返せてません。だから返す気がないのに借りたというのは、それぐらいね、まあ、どこの藩もひどい状況になっていったわけですね。狭山藩も同じようにしてですね、そういった財政難の中で何とかして藩士を守ろう、領民を守ろうと、まあ、努力してきた、まあ、そういった藩でもあるわけであります。はい。でそれでですが、次にその狭山藩の、ちょっと時間がなくなってきた、狭山藩の陣屋についてお話をしていきたいなと思います。で、ご存知の方も多いと思いますけれども、狭山藩の陣屋というのはお城のことです。中小、特に小さな大名に関してはお城を持つことが幕府によって禁止されていました。特に3万石未満の、大名に関してはお城を作ることは絶対ダメとなっていました。岸和田藩8万石です。なのでお城が作れたんですね。作れました。で隣にある博多藩、5万石でしたっけね。なので、お城が作れない。なので博多藩も陣屋を作っていったということです。で狭山も漏れることなく陣屋を作っていました。で、これが狭山池にあたります。これが北堤です。博物館がこの辺りにあります。で、その博物館の方角でいうと東側ですね。これが陣屋の上屋敷というところです。でその南側にあるのが、これが陣屋の下屋敷と呼ばれるところです。でこれが中高野街道と呼ばれる街道ですね。で、大阪狭山市役所はというとここにあります。ここにありますね。ちょうどここに線路があって、駅がこの辺りにあります。で駅の横出ると細い道があって、ここに交番があって、郵便局があって、法雲寺さんがあって、あ、法雲寺さんがあってっていう、この交差点がちょうどここです。で、市役所の前の道がずっとこう通っている。でこの辺りにファミリーマートがあって、この辺りに雑貨ホールがあってっていうような、そういうような位置関係です。なのでこの狭山藩陣屋というのは今現在の東小学校です。東小学校に、あったというふうに今見てもらえればいいかなと思います。ちょうど東小学校の入り口からグラウンドのあたりですね、が狭山藩陣屋のちょうどこの口の部分に、口の部分にあたります。お殿様が住んでいたのはどうやらこのあたりですね。今このお殿様が住んでた後にはプケットパークといいまして、石碑が立ってて、じゃあちょっとした公園、お米屋さんの南、お米屋さん、お酒屋さんかな、の南側ですねにあたります。まあ、拡大するとこういうふうになっています。拡大するところだと神屋敷と下屋敷で、神屋敷の方は 上級役人が住んでいたお宅で、下屋敷の方は中下級武士が住んでいたお宅です。でこの陣屋の、これ狭山池総絵図と呼ばれる絵図の一部にこの陣屋が映っているんですけれども、この絵図からいろいろなことが分かります。でこの神屋敷、例えばこの神屋敷を見てみますと、これ一番中心になる道、大手筋という道なんですけれども、今これが現在も残っている不動ですね、市役所の前の道です。今現在も残っている道ですが、この両脇に家が並んでいますが、この家は瓦葺きではなく、おそらく藁葺きの家です。灰色ではなくって肌色で書かれていますので、おそらくこれは、瓦葺きではなくって茅葺き、もしくは藁葺きの家だったんだろうと思われます。でここですね、入り口のところに枡形と呼ばれるものがあります。枡形、ちょっと分かりにくいですけど、馬が急にダーッと入ってきて、ここでカクンとちょっと折れ曲がっているんですね。直進できないようにしてある、そういう仕組みです。そういう仕組みです。で、ここに大手門があります。門が見えます。この門ですけれども、ここだけ屋根が灰色になってますね。これ瓦葺きです。門だけはやはりきちんと瓦葺きになっているということが分かります。
で、家が結構ひしめき合ってるというのが分かるんですが、下屋敷を見てみると家は北側の方にはあるけれども南側の方にはあまりない、結構まばらだったということが分かります。まあ、こういった絵図一つでいろいろなことが分かるわけですね。他にもこれ今現在大阪狭山市の指定文化財、昨年指定になったんですけれども、狭山藩陣屋の神屋敷図と呼ばれる地図です。先ほどの地図と比べるとものすごく分かりやすくできています。はい、これいつの時代のものかお分かりになりますか？これは江戸時代です。明らかに江戸時代です。これ何時代か分かりますか？っていうとまあ大体想像はつくんですけれど、これは明治時代です。どの辺で分かるかと言いますと、これですね、方位を示している図があると。これはあの明治時代以降でないとなかなかできない、見えない表現なんですね。はい、でこれを見ていますと、ここに大手筋があって、マス型と呼ばれるものがはっきりと写っています。馬が直進できないようになっていると。で、それとですね、あと他にもここに池があります。下池、上池とあります。この下池今現在でも残っております。この辺が、東幼稚園ですかね、東幼稚園になっています。でその北側を見ると、今まではもうすっからかんになったそういう池があるんですけども、未だにここ残っております。他にもよくわかる、特徴として言いますと、そうですね、特徴の他にここですね、船越中さんというお宅ですけれども、ここでちょうどこの辺に南海線が通ってるんです。南海線が通ってます。お米屋さん、お酒屋さんかがあるところがこの辺りなんですけども、その前で2年前に発掘調査をするとこれとぴったり一致するような石垣が出てきました。なのでこの絵図意外と正しいということがこれでわかるわけなんですね。でこれが今現在の東小学校になっているということです。あとそれと人の名前がこれいろんな方向に書かれてます。村山さん、下山さん、朝比奈清さんで、あとはこれ笠原さん、山上さんと、これ内田さんですね、内田縄さんですかね、書かれてます。でこれですけれども、この朝比奈清さん、この名前が見えるこの方向に実は玄関があるというのが分かるんですね。名前が見える方向、つまりこの山、これ何、山上さんかな、山上さんはこっち側に玄関があるんです。でここ別所さん、岡田さん、こっち側に玄関があるんですっていうのが分かります。分かります。で今これがだから東小学校の校門のあたりですかねっていうのが分かっています。でこれが下屋敷図、こっちの方がよく見やすいですね。これ今現在この辺マンションになってます。かつてのこれ狭山遊園のあたりですね。市役所の前の道が、このあたりにあります。このあたりにあります。でこの道今でも残ってます。今ここにあの喫茶店が、喫茶店がありますね喫茶店がありますね、この前テレビで紹介されてた喫茶店ですねがあります。でこのあたりが狭山公園になってるはずです。狭山公園です。でこの辺りが、今マンションになっているというようなところになります。ちょうどこの狭山公園の辺り、ここにたくさん人が集まっていると。先ほど見ていただいたこれとぴったり一致しますね。北側に人がたくさん住んでいて南側があまり住んでいない、北側に人がたくさん住んでて南側にあまり住んでいないっていうのがよくわかります。でこちらは中下級役人がたくさん住んでいたところであります。でここに御殿とありますけれども、ここはですね、お殿様が住んでいたところというよりもお殿様の離れの家と思っていただいたら結構です。お殿様が住んでいたところは上屋敷のこの何にもないここです。ここです。やはりお殿様が住んでいるところ、間取りが分かるとあまりよろしくないということで真っ白欠景に書いてある、何も書いてあるというか何も書いていないわけですね。でこちら側も単に御殿としか書いていないわけです。これだけ字の向きが違うんです。他のところは先ほども言いましたように、この方はここが玄関、この方はどっちが玄関だ、こっちかな、八郎さんなのでこっちが玄関、
大倉一平さんはこっちが玄関っていうのが分かるんですけど、御殿だけ玄関が分からないようにしてあるんですね。本来であれば縦にこう書くべきなんですね。でこっち側が玄関だよというふうにするべきなんですけれども、やはりお殿様が住んではいないですけれども、たまにやってくる別荘なので、入り口が分からないようにしてあるということですね。で他にも明神山と呼ばれる山があったというのも分かりますし、ここに堤明神、おそらく狭山堤神社と呼ばれる、これが明治まであった神社なんですけれども、のことではないかなと。今現在狭山堤神社は狭山神社の中に合祀されています。一緒舞台になっています。だから狭山神社に行くと狭山堤神社の祠が裏側にありますっていうのもこの辺から分かります。で御馬場的場があったということなので、おそらくここで馬の稽古をしたり弓の稽古をしたり、そういうことをしていたんだろうと思われます。でこれ赤く線が引っ張ってあります。これが道なんですね。でこの赤い線なんですけども、実はこれ、後からどうやら塗られています。いろいろ調査するとですね、サインペンっていうのが分かりました。あ、後から塗ってるんだ、これひっくり返すとよく分かるんです。あ、サインペンだっていうのがよく分かるんですね。おそらく誰か子供がここが道だっていうことで遊んだちゃうかなというふうに勝手に想像してるんですけれども、はい、まあ、こういうような陣屋がかつてあったということでございます。でそれ以外、それとこれですね、これ言っておかないと、西本願寺堺別院の御成門という門でございます。旧狭山藩の大手門、今の東小学校の入り口のところにあった門です。ここからお殿様が通っていったんですね。でいつの頃かは分かりませんが、おそらく明治4年か明治5年ぐらいだと思いますけれども、この陣屋の大手門が解体されて堺の、西本願寺別院のところに移された、移築されたんですね。そのままのものが今現在も残っております。そのままのものです。はい、なのでこの堺別院の方に行っていただきますと、狭山藩陣屋の大手門が、かつて在りし姿のまま残っているというのが見ることができます。一度また行っていただければなと思います。でこれ御成門と書いてますけども、明治時代にこの西本願寺別院のこの門をですね、明治天皇が通られたというところから御成門というふうに呼ばれています。はい、で最後になりましたけれども、ちょっと時間が来てしまいましたが、大阪狭山市内の埋蔵文化財宝蔵地ということで、今見ていただいたのはほとんどが土の上に出ているものだったんですけれども、大阪狭山市内にはですね、ちょっと見にくいですけれども、埋蔵文化財宝蔵地、地下に遺跡がたくさんあるんだよというようなところが結構たくさんございます。でこの地図ですけれども、博物館でも販売しておりますので、ご興味のある方は見ていただければなと思います。でそれ以外にもですね、重要文化財の憲法の着色釈迦如来及び四菩薩像と、これ鎌倉時代のものですけれども、こういう仏画があったりですとか、これ狭山駅博物館で実際に、展示されています、長元狭山駅改修碑、これも重要文化財であります。でそれ以外にも東池尻地区が持っておられます11面観音菩薩立像で、個人の方をお持ちですけれども、岩室村年代記、岩室村という村の過去の記録、ものすごく細かい記録が書いてあるものなんですが、あったりですとか、あと大野宗衛図と呼ばれる、まあ、狭山だけではなく大野地区と呼ばれるところですね、堺から狭山にかけて広がる大野と呼ばれる土地があるんですが、そこを書いた絵図、こういったものもございます。です、他にもですね、さまざまな文化財が大阪狭山市内にはございます。まあ、市史にも記載させていただいておりますし、市が刊行しているものにも一部ですが記載させていただいておりますので、また見ていただければなと思います。そして最後、この後また上田副館長の案内で見ていただくことになりますけれども、国史跡の狭山池でございます。1400年前に作られた狭山池、これをいかにして残すのか、どういうふうにして未来の子どもたちに伝えていくのか、まあ、それを今我々が考えている最中なんですけれども、またいろいろと市民の皆様からもご教示いただきながら見て、その辺考えていきたいなと思っております。すいません、ちょっといろいろと話があっちゃ飛びこっちゃ飛びして申し訳ありませんでしたが、私のお話はこれで終わりにさせていただきたいと思います。本日ありがとうございました。